福島県は東北地方の一番南、東京からおおむね 200km 圏内に位置しています。人口は令和5年11月1日現在で約176万人です。面積は 13,784.14 平方キロメートルで、全国では北海道、岩手県に続いて3番目の広さです。広大な面積を有する福島県は3つの地方、7つのエリアに分かれ、それぞれに特徴的な文化や風土が魅力です。豊かな自然と歴史に抱かれた会津、四季折々の花と果物が魅力の中通り、太平洋に面した温暖な気候の浜通り。福島県では各地域に出先機関を設置し、各地の特徴を生かした魅力あふれる地域づくりに取り組んでいます。福島県総合計画はあらゆる政策を網羅した県の行政運営上の最上位計画です。現在の総合計画は2022年にスタートし、2030年までに叶えたい福島の姿とそのために取り組むことをまとめたものです。基本目標は優しさ、健やかさ、おいしさあふれる福島を共に作り、つなぐです。総合計画では人、暮らし、仕事の3つの分野がバランスよく成長していく豊かな福島を目指しています。この総合計画をもとに将来の姿の実現に向けた施策を展開し、県民の皆様と一丸となって県づくりを進めています。県の組織は知事、副知事のもとに設置される知事部局のほか、議会や教育委員会、県立学校、公安委員会、警察本部、警察署、その他の行政委員会などからなります。知事部局は異なる分野ごとに部や局に分かれ、地域づくりやインフラの整備、管理、地域医療の整備など県づくりに関わるあらゆる事業を行っています。県職員の職種は大きく分けると事務系の職種と技術系の職種があります。事務系職種には行政事務と警察事務があります。行政事務職で採用された場合は警察本部以外のすべての部局へ配置される可能性があり、さまざまな分野を経験しジェネラリストを目指します。技術系職種は農業や土木をはじめさまざまな職種があります。それぞれの分野に関連した部局に配属され、その道のスペシャリストを目指します。福島県職員は事務職のジェネラリストと技術職のスペシャリストがタッグを組み業務を行っています。福島県では自立型職員の育成を目標としてさまざまな研修を行っています。職位に応じた能力を身につけるための基本研修のほか、中央省庁、民間企業などへの派遣研修、職員の自主的な能力向上のための自己啓発支援などがあります。新規採用職員を対象として行う新規採用職員研修は、福島市にある自治研修センターで前期後期の年2回実施します。公務員に必要な基礎的な知識などを習得します。このほか新規採用職員に対しては新採用職員サポート制度が設けられており、新規採用職員1人に同じ職場の先輩職員がサポート職員としてつき、基本的なルールや業務の進め方などきめ細かく指導、助言を行います。福島県では仕事や自らの行動の向こう側にはいつも県民がいることを意識できる人、失敗を恐れずにチャレンジできる人、よく聞き、よく考え、分かりやすく伝えることができる人、
そして何より福島県をより良くしたいという熱い思いのある人を求めています。福島県庁にはいろいろな人のいろいろな好きが集まっています。人が好き、自然が好き、そして福島が好き。きっとあなたの好きなことが誰かの笑顔につながります。福島県のさまざまなことに関わることができる福島県職員として、福島県の課題にも魅力にも一緒に向き合っていきましょう。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。